それではただいまより移行会の例会を始めさせていただきたいと思います。最初に麻生会長からご挨拶をお願いします。それではあの去る10月の24日の投票日になりますけれども、北海道5区の衆議院の補欠選挙、ここにあの幹事室等々から応援に行っていただいた方お見えですけれども、おかげさまであの圧勝と言えると思いますが、ああいった形になりました。あの国民が何を求めているかというのは、北海道の中の金とあれもあったでしょうし、あの北海道の中で農村票っていうのは金な部分があるということも新聞には書いてないけど、あそこの部分は農民票っていうのはかなり大きかったろうなと私の感じではそう思っておりますので、いずれもこういった民意というのをきちんと受け止めていくというのは、今の環太平洋の貿易交渉等々にも関係をしてくる話であって、民意というのは極めて大きいものだというのを我々は踏まえて今後どうしていくかということだと思っています。だって10月の1日からこの国会は始まってかれこれ1月が経つんですが、これはご存知かと思いますけど、今まで法律が何本成立したか、1本よ、1本何が通った、公定期、宮崎県の公定期、これ1本ですよ。しかもあれは議員立法だから、だから格好で出したやつは1本も通ってないんだよ。考えられないよね、これに多分新聞が気がついてないとすら異常だと思いますね、僕に言わせたら1本も通ってないんだぜ、これ考えられないよこんな話は。それで今考えると郵政法案とか労働者派遣法とか、例のあの公務員の何だっけ、給与法か、なんとかいうのあったな、それから政治主導閣議なんだけど、ずーっとあるんで、これで何会期末まであと一月ちょいっていう、一月ぐらい、そういったこと、11月そんなもんでしょ。それでまでに全部どうやってやるの、しかも今まだ補正すらどの段取りでどうやってやるか決まってないんじゃないですか、で補正が明日正式に出すっていう話を決めたのが今週、そういった段取りですから、僕はちょっと今言った法案は全てこれ補正ができてからの話ですから、できなきゃそれはそのままずっといくことになる。公明党との話ができてるのかと思うと、その方も全然ないみたいな話を聞くと、これは一体何のためにこの臨時国会を開いたんだかさっぱりわからないということになるんじゃないかと私にはそう思いますので、いずれにしてもこういった手をよく我々認識をして、残り限られた日数しか残っていませんけど、とにかく政治と金の問題やら何やらというのはすぐ忘れられようとしますけれども、こういったものはきちんと後の爪を鳩山さんの話、そして小沢さんの話、こういったものは今回の北海道5区で政治と金の問題ははっきり民意というのは出されていますので、これを踏まえてどうするかというのは我々に与えられている大事なところだと思ってますので、12月3日までですから、かれこれ一月ちょっとしかありませんが、ぜひ皆さん方の何見識なり、皆さん方のご協力を得て、この内閣の持っておる危なさなどというものを、ぜひ緊張感を持って我々臨んでいかないと、これは外交の尖閣の話みたいな派手な話ばっかりが出てきますけど、そういうんではなくて、元の予算の話、生活に直結する景気対策の話などに含めて、郵政から何から、これみんなマニフェストの話でえらく華々しく書いてあったものが何一つ一本も取ってないというこの現状っていうのは、これどう考えても普通ではないのではないか、よろしくお願い申し上げます。はい、それではマスコミの皆様ありがとうございました。